ナンバーアンダーラインアイライブ後、平野翔、岩優太、ガン寺優太が車窓からファンに手を振る神対応。ナンバーアンダーラインアイライブ、ファンとの絆が深まる。これからも最高の瞬間を。宮城県仙台市で行われた、ナンバーアンダーラインアイライビーツアー初日の後、ファンたちは一つの特別な瞬間を目にしました。ライブが終わった後、車に乗り込んだ平野翔、岩優太。 そして神宮寺優太の3人が、ゆっくりと走る車の窓からファンに手を振り、彼らの存在感と優しさを再び感じさせました。多くのファンにとって、これほど近い距離で彼らのアイドルを目にする機会はまさに夢のようなものです。車はゆっくりと動き、警備員がファンの安全を確保しながら走っている様子は、アイドルたちの気遣いと配慮が垣間見える瞬間でもありました。通常 トップアイドルといえばステージの上では輝いているものの、舞台裏やライブ後の姿はファンに見せないことが多いものです。しかし、ナンバーアンダーライン愛のメンバーはその常識を覆し、ステージが終わった後もファンとの交流を大切にしている姿勢が明らかでした。彼らはただのアイドルではなく、ファンにとっての希望であり、心の支えであることを再確認させる行動でした。 多くのファンがこの瞬間を SNS に投稿し、驚きや感動を共有しました。こんなにゆっくり走ってくれて、優しいねといった声や、いつか私も遭遇したいという願望があふれる中、ライブ後のほんの数分間がどれほど大切な記憶になるかが見て取れます。アイドルという存在は、ステージの上でのパフォーマンスだけでなく、ファンとの関係性がその成功を左右します。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがステージ外でもファンに優しく接し、感謝の気持ちを忘れない姿勢は、まさに彼らの成功の要因の一つでしょう。ライブパフォーマンスはもちろん圧巻で、エネルギーに満ち溢れていましたが、その裏で彼らが見せた姿勢こそが、多くのファンの心を掴んで離さない理由なのです。ライブの内容も見逃せません。岸優太が使用していた、ルーパーと呼ばれる機器によって、 その場で楽曲を制作するというサプライズもありました。この技術を駆使し、メンバーたちは楽器を重ね合わせて一曲を即興で作り上げたのです。この瞬間も、ライブを見逃してしまったファンにとってはたまらなく見たいシーンであり、参加したファンはその瞬間を SNS で共有し、まるで自分たちもその場にいるかのような感覚を分かち合いました。ステージの上で見せる完璧なパフォーマンスだけでなく、 こうした即興の瞬間もまた、彼らがプロフェッショナルであることの証であり、ファンに対するサプライズとして非常に効果的でした。また、彼らがファンに向けて行った、ファンサービスにも感動が広がっています。通常、ファンサービスとはファンとアイドルの距離を縮めるための重要な要素ですが、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはその概念を一歩先に進めています。平野翔が、 自分のパートでない箇所でも微笑みながら口ずさんでいたことがファンの間で話題となり、彼の親しみやすさがさらにファンを魅了しました。ステージ上での一瞬一瞬が、ファンにとっては特別な意味を持つのです。そして、その笑顔や仕草がファンに向けた愛情の表現であることが、ファンにとって大きな喜びとなっています。ライブの最後には、 ナンバーアンダーラインイからの愛情が形になった象徴的なシーンがありましたアンコールで披露された楽曲では撮影が許可されるというサプライズがありました通常ライブ会場での撮影は厳しく禁止されていますがこの特別な瞬間はファンにとって彼らの記憶に残る貴重なプレゼントとなりましたこの撮影許可がファンへの感謝の気持ちと愛情の証としてファンたちはこの瞬間を共有し 心から感謝の気持ちを表していました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがファンとのつながりをこれほど大切にしていることは、彼らの人気の裏にある理由の一つです。アイドルとしての活動において、ファンとの信頼関係を築くことは非常に重要です。そして、その信頼はステージ上のパフォーマンスだけでなく、ステージを降りた瞬間の行動や言動によっても強化されます。しかし、 ライブの成功やファンサービスに関しては、ファンの側もまた重要な役割を果たしています。近年、アイドル業界ではファンのマナーに対する関心が高まっており、ナンバーアンダーライン愛のライブでもその重要性が再認識されました。一部のファンが並ぶ際に体調を崩したという報告がありましたが、これもまた大規模なイベントにおけるファンマナーの課題です。多くのファンがアイドルとの接触を夢見て、 熱狂的になるあまり、無意識のうちに他のファンやスタッフに迷惑をかけてしまうこともあります。このような問題を解決するためには、ファン自身がマナーを守り、互いに尊重し合う姿勢が必要不可欠です。ライブ後に、駅への移動手段としてシャトルバスを利用するファンたちの様子も描かれていました。規制退場がなかったため、多くのファンが急いでバスに乗り込み、 宮城からリフ駅へと向かうという場面は、ライブの余韻を感じながらも現実に戻る瞬間でもあります。往復交通費が安く済むという点も、遠方からのファンにとってはありがたい要素でした。このような交通の便の良さも、ライブ体験をより快適にする要因の一つです。また、SNS では、有明のライブよりもパワーアップしていた、という声も多く聞かれました。ライブは常に進化し、 毎回新しい要素やサプライズが加わることで、ファンにとって再び訪れたいと思わせる魅力が増していきます。岸優太によるファンサービスも特に話題となり、周囲のファンたちと一緒にその喜びを分かち合う姿が見られました。このような瞬間がファンの絆を深め、次回のライブへの期待をさらに高めるのです。ライブを振り返ってみると、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがどれだけファンとの関係性を大切にしているかが明確に伝わってきます。彼らはステージ上でのパフォーマンスだけでなく、舞台裏やライブ後の時間にもファンを大切にし、彼らとのつながりを感じさせる行動を常にとっています。これは、ただのファンサービスを超えた、彼らの誠実さとプロフェッショナリズムの現れです。さらに、ライブの一環として、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがファンに見せた姿勢は、アイドル業界全体にとっても重要なメッセージを送っていると言えるでしょう。アイドルとファンの関係は一方通行ではなく、互いに支え合い、尊重し合うことで築かれるものです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが見せた優しさや思いやりは、これからのアイドル活動においても非常に参考になるモデルケースとなるでしょう。そして、 その関係が続く限り、ファンとアイドルの間にはさらなる素敵な瞬間が待っているに違いありません。最後に、ファンたちが語っていたように、いつか私も遭遇したい、という願望は、まさにアイドルとファンの絆を象徴しています。ライブやファンサービスの瞬間は、彼らにとっての夢の一。部であり、現実の中での希望でもあります。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちがこれからもその絆を大切にし続ける限り、多くのファンは彼らの成長を見守り、そして共に喜びを分かち合うでしょう。その瞬間を共にすることで、アイドルとファンの関係はさらに深まり、永遠に続いていくのです。